蛾は闇を飛んでいた。真っ暗な闇の中を蛾はただひたすらに飛ぶ。闇を恐れ、光を求め、ただひたすらに。光を見つけた蛾はその周りを飛び続ける。だがその時はもう自らの意志とは関係なく、蛾は光から離れられなくなった。ちょいと失礼。桂小太郎殿とお見受けする。人違いだ。心配いらんよ。俺は幕府の犬でも何でもない。犬は犬でも血に飢えた狂犬といったところか。近頃巷で辻斬りが横行しているとは聞いていたが、噛みつく相手は選んだ方がいい。あいにく、俺も相棒もあんたのような強者の血を欲していてね。一つ、やり合ってくれんかね。貴様、その刀。あらら、こんなもんかい。ある日、よろず屋に珍客が訪れた。桂の相棒エリザベスである。別件で依頼が入った銀時はエリザベスを神楽と新八に任せ出かけてしまう。依頼は刀鍛冶を営む兄弟哲也と哲子からだった。依頼内容は何者かに盗まれた名刀紅桜を取り戻してほしいというもの。紅桜は兄弟の父神鉄の打った刀で、関わる者の魂を吸う妖刀と呼ばれていた。一方その頃、エリザベスは行方不明の桂を探していることが判明する。桂が辻斬りにあったのではないかと危惧するエリザベス。新八と神楽は手分けして桂と辻斬りの捜索を開始する。その夜、忽然と姿を現した辻斬りに襲われる新八とエリザベス。あわや辻斬りに切られかけるが、間一髪のところで銀時が助けに入る。辻斬りの正体は人斬り二蔵の異名を持つ盲目の侍岡田二蔵であった。桂を斬ったと言い放つ二蔵に業を煮やす銀時。面はてめえみてえな雑魚にやられるようなやつじゃねえんだよ。確かに俺ならばかなうまいよ。だがやつを斬ったのは俺じゃない。俺はちょいと体を貸しただけでね。なあ、紅桜よ。二蔵の腕と一体化し、化け物じみた戦闘力を誇る紅桜に苦戦する銀時。ついには刺されて重傷を負い、絶体絶命の危機に陥ってしまう。重傷の銀時にとどめを刺そうとする二蔵。その窮地を救ったのは新八だった。騒ぎを聞きつけた同心が集結し、片腕を失った二蔵は遁走する。銀さん、しっかりしてください。銀さん。新八、おめえはやればできる子だと思ってたよ。銀さん、銀さん。
リゾートの戦いで銀時が重傷を負ったその頃、貞治と共に桂を探す神楽は怪しげな船を発見する。船に桂が囚われていると睨んだ神楽は単身船に忍び込む。船は過激派上位浪士高杉晋介率いる騎兵隊のアジトだった。浪士集団を相手に奮戦する神楽だが拘束されてしまう。翌日、よろず屋で療養中の銀時のもとに依頼人の徹子がやってきた。紅桜の真実を語る徹子。紅桜は刀を雛形に作られた人工知能を有する対戦艦用からくり機動兵器だという。切れないものがない刀を作ることに猛襲する徹也が作り出した生きた刀。さらに徹也と組んだ高杉は紅桜を使い江戸を火の海にしようと企んでいた。兄を止めてくれと懇願する徹子。銀時は怪我を押して紅桜を止めに向かう。時同じくして桂の敵討ちを掲げる上位志士と高杉一派の全面戦争が勃発する。混乱に乗じて船に侵入する新八。間一髪のところで神楽の救出に成功する。しかし高杉の奇襲を受けたエリザベスが一刀両断されてしまう。エリザベス！おいおい、いつの間に仮装パーティー会場になったんだ。ここはガキが来ていいところじゃねえよ。ガキじゃない、この匂い。桂だ！おいおいおい、なんかもう追っ始まってやがら。俺たちが行く前に片付くんじゃねえの。おい、使い込んだ紅桜は一振りで戦艦10隻の戦闘力を有する。あんなもので止めるのは無理だ。こいつを。徹子は自分の撃った刀を銀時に託す。銀時たちは援軍に向かうエリザベスの船に乗り戦場へ赴くのだった。さてやるか。やったな。そんじゃ戦闘開始だ。ったくめんどくせえな。よし、そんじゃまずは二蔵を探すか。
バカすぎなやつ、こんな船用意してやがったのか。やけに広いし、めんどくせえ。借り返してやるぜ。何ラッキー、めんどくせえな。何スマッボリャッテッ、めんどくせえな。ボリャボリャボリャ、あとはこの大将に任せな。ボリャ、なんだおい、騒がしいな。闇の中にあると目玉には映らんかすかな光でさえ拾えるようになる。そいつが人間の放つものだと知ったのはいつだったか。
線香花火のように人間もまた消えゆく時、ひときわ大きく美しい花を咲かす。だが稀にこいつを生きながらに背に負う輩がいる。その光はひどく不安定で攻撃的で、そして悲しい色を帯びていた。知ってか知らずか、その光に惹かれ人が集まる。そう、まるで蛾のように。だが一度あの光を見て、もう闇の中に戻ることは俺にもできなかった。俺も立派な蛾だ。再びかがり火を失うことを恐れる蛾、そして激しく燃えるかがり火に飲まれまいと必死に抗う蛾、かがり火を指針に舞う蛾、どこもかしこも蛾だらけだ。だが虫けらに混ざって妙なのが一匹。こいつは蛾なんかじゃない。ひどく分かりづらいが、確かにかすかに光が見える。そう、例えるなら刀、鞘から抜き放たれた鋼の刃、鋭く光る銀色だ。だがどうしてかな、どうにこいつの色は気に入らねえ。この俺に勝てるかね。人が一仕事してる間に無粋な輩が上がり込んでると思ったら、あんたも一緒に来てたとはね。火事場泥棒にでも来たかい。そんな目障りなんだ、邪魔なんだよ。体で何ができる。自分のやってること分かんないくらいおかしくなっちまったか。何すんだってね。そういうあんたも随分と調子悪そうじゃないの。顔色悪いぜ。腹でも下したか。腹壊してんのはあんただろう。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。こいつでどうだ。どうした。あの男、紅桜を上回る速さで成長している。いや、あれは極限の命のやり取りの中で体の奥に眠る戦いの記憶が蘇ったのか。あれが塩屋社。ったく手間かけさせやがって。消えねえ。何度消そうとしても目障りな光が消えねえ。先生によろしくね。完璧だったな。おっしゃさて、やるか。完全に紅桜に侵食されたようだな。あれこそ紅桜の完全なる姿、あれこそ究極の剣。ギーさん、光が消えない。
死なせない、こいつは死なせない、これ以上その剣で人は死なせない。デカブーツ、そのもじゃもじゃを離せ。なぜだ鉄子、なぜ理解しようとしない。私はこれまで紅桜に全てを捧げてきた。他の一切、両親や先祖さえ捨てて、それを私の全てなのだ。それを失えば私には何も残らん。それしかないんだ、私にはもう剣しか。鉄子、余計なもんなんかじゃねえよ。いとけ、てめえの言う余計なもんがどれだけの力を持ってるか。てめえの妹が魂込めて打ち込んだこいつの切れ味、しかとその目ん玉に焼き付けな。銀さん無理だ、正面からやり合って紅桜に。銀ちゃん、高すぎ。俺はお前が嫌いだ、昔も今もな。だが仲間だと思っている、昔も今もだ。いつからたがった、俺たちの道は。何を言ってやがる。確かに俺たちは始まりこそ同じ場所だったかもしれねえ。だがあの頃から俺たちは同じ場所など見ちゃいめえ。どいつもこいつも好き勝手、点でバラバラの方角を見て生きていたじゃねえか。カツラはかつての仲間である高杉の説得を試みていた。しかし高杉の意志は固く、話は平行線をたどる。そこに襲来する宇宙海賊春雨、高杉はアマントと手を組んでいたのだ。よーゼロ、どうしたその頭、失恋でもしたか。黙れイメチェンド。武装したアマントに包囲される銀時たち、万事休すと思われたが、退路は俺たちが守る。行け。
さて、やるか。よし、へへ、やったな。そんじゃ、戦闘開始だ。ったく、めんどくせえな。ズラ、一気に仕留めるぞ。ズラじゃない、カツラだ。まずはこいつらを蹴散らすぞ。ギットキ、もう死にはしないさ。まだやることがあるのでな。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。ここで立ち止まったら魂が折れちまうんだよ。こいつでどうだ。死ねろ。死ねえだ。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。あとはこの暴風王に任せな。こんなもんだ。こんなもんだ。タグ、めんどくせえな。何なもんよ。しつけんだよ、てめえら。なんだおい、やわらしいな。指名だ。決めるか。
なんだ、何だ。あら、やった。石原氏ナンバーワンの座だけを譲れん。なんだこの温度。足頭ナンバーワンの座だけを誰にも譲れん。ラッキー、なんか出やがったぞ。こんなんじゃ俺にはありません。シアトルナンバーワンの座だけは誰にも許せ。しつけんだよてめえら。こっちは肩がついたぜ。待ってろ、つら。ラッキー。ラッキー。間に合ったみてえだな。遅かったではないか、銀時。ちょいとでけえうんこ流してきたところよ。さて、行くぞ。これで決着だ。ああ、行くぜ。しつけんだよ。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。こいつでどうだ。
すまないな、いい時。どうした、ずいぶんへばってるじゃねえか。そういうお前もずいぶん息が上がっているな。ここは俺に言ってくれるじゃねえか。紅桜の事件で銀時が桂の手助けをしたとの噂を聞きつけた土方、新八の道場で療養中の銀時を山崎に調査させる。しかしなんやかんやあって調査はうまくいかなかった。あの、すいません、あの銀さんいますか。ここに銀さんがいるって聞いてきたんだけど開かなくって。あのじゃあせめて言づてを。私いろいろあったけど今は元気にやってます。本当にありがとうって。作文？さて、やるか。紅桜編。ぶっちゃけみんなもう飽きてはいないか。アニメに映画、さらには実写と、さすがに紅桜編やりすぎだろう。その上ゲームでも紅桜編の繰り返しでは、さすがに芸がない。ここは銀玉を救うため俺が一肌脱ぐしかないな。紅桜編はもう終わりだ。これからは新薬紅カツラ編で行く。仮面の赤い彗星カツラズナブルが通常の3倍の速度でアマントの戦艦を次々。違うだろう。おおおお、よせ、振り回すな。黙って聞いてるよ。何勝手なこと言ってんですか。あんたはあの高すぎって人の野望を止めるために乗り込んできたんでしょうか。ちゃんと紅桜編続けますよ。ほら急いで。認めたくないものだな、若さゆえの過ちというもの。アニメじゃないんだからそういうのやめろ。
し強くなったぞ。始めるぞ。ここは俺に任せろ。いきなり囲まれてしまったな。ジュラー、てめえ今まで何してたんだこら。散々人に心配かけといてエリザベスの中に入ってたあるか。ふざけんのも大概にしろ。ここまで来たら最後まで付き合いますからね。つら、てめえ買ったらなんかおぶろある。これで終わりか。向こうにも高杉の一派が。行くぞ。私スコンブ1年分と渡る世間は鬼しかいねえこの野郎 DVD 全巻ね。あと貞治の餌。僕おつーちゃんのニューアルバムと写真集とハーゲンダッツ100個お願いします。あ、やっぱ1000個。あ、ずるいね。じゃあ私スコンブ10年分。おい、何よ。早く行けボケ。待て、お前たちに何かあったら俺は銀時に合わす顔がない。何言ってるあるか。そのヘンテコな髪型見せて笑ってもらえ。お前ら心置きなくあいつの元へ向かえる。そこで待っていろ高杉。さらば。俺はじゃない。腐った髪を立て直す。たわいもない。とうおでやー。何するな。かかと思うよ。とおい、お前高杉はどこにいる。俺はもうどこにも逃げんぞ。覚悟はできておろうな。
俺はもうどこにも逃げんぞ。シュウロ、何か見つけた。終わったぞ。どうだ。トウ。なんだと。どれ。トウ。当たりだ。どれ。そう。そう。どうするな。いや、かかってくる。取ったぞ。高杉はどこか知らんか。知らない。だから見逃してくれ。さらば。俺のために立てた国を立て直す。やられたものだな。油断したな。どうした？もう終わりか。俺はもうどこにも逃げんぞ。覚悟はできておろうな。俺はもうどこにも逃げんぞ。高杉の居場所を知っているか。高杉さんなら右甲板にいました。どうだ。そうか、右甲板。何か見つけたぞ。さらば。高杉、俺はお前が嫌いだ。昔も今もな。だが仲間だと思っている。昔も今もだ。いつからたがった俺たちの道は。確かに俺たちは始まりこそ同じ場所だったかもしれねえ。だがあの頃から俺たちは同じ場所など見ちゃいめえ。どいつもこいつも好き勝手、点でバラバラの方角を見て生きていたじゃねえか。俺はあの頃と何も変わっちゃいねえ。ズラ、俺たちに生きる世界を与えてくれたのは紛れもねえ逍遥先生だ。なのにこの世界は俺たちからあの人を奪った。だったら俺たちはこの世界に喧嘩を売るしかあるめえ。あの人を奪ったこの世界をぶっ潰すしかあるめえよ。高杉、
俺とて何度この世界を更地に変えてやろうかと思ったか知れぬ。だがあいつがそれに耐えているのに、一番この世界を憎んでいるはずの奴が耐えているのに、俺たちに何ができる。俺にはもうこの国は壊せん。壊すにはここには大事なものができすぎた。おまんと、ズラ、聞いたぜ。お前さん、以前銀時と一緒にあの春雨相手にやらかしたらしいじゃねえか。俺はね、連中と手を結んで後ろ盾を得られねえか苦心してたんだが、おかげでうまくことが運びそうだ。お前たちの首を手土産にな。高すぎ。言ったはずだ。俺はただ壊すだけだ、この腐った世界を。完全に包囲された。銀時たちが戦っている今、俺が守らなければ、この町を。どうだ、トン、デア、トン、トリア、まだ終わらん、トン、トン、セア、トン、セア、トリア、トン、トン、トリア、やかましい、デア、トン、セア、トン、ハハ、トン、ヤッセッハハ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 トン、トリア、さらば、行け、何か見つけた、さらば、勝つらない、勝つらだ、たわいもない、トン、トン、さらば、さらば、さらば、たわいもない。どうした、もう終わりか。俺はもうどこにも逃げんぞ。覚悟はできておろうな。俺はもうどこにも逃げんぞ。どうも、フルーツポンチ侍 G です。やかましい。なに、そうです、何やかましい、何だと、やかましい。俺はじゃない、腐った国を立て直す、たわいもない、そうでもない、たわいもない。俺はもうどこにも逃げんぞ。覚悟はできておろうな。俺はお前のことを決して忘れんぞ。俺はもうどこにも逃げんぞ。トン、さらば、セイクトン、やかしい、セイヤトン、セイヤ、やかましい、
できておろうな。俺はお前のことを決して忘れんぞ。俺はもうどこにも逃げんぞ。これで終わりか。一段落だな。できておろうな。俺はお前のことを決して忘れんぞ。俺はもうどこにも逃げんぞ。たわいもない。覚悟はできておろうな。
段落だな。その鳴りは爆撃でもされたか。黙っとけ、イメチェンだ。どんなイメチェンだ。行くぞ、タイラは俺たちが守る。お前じゃないな、キングカツラ。俺はもうどこにも逃げんぞ。覚悟はできておろうな。俺はお前のことを決して忘れんぞ。俺はもうどこにも逃げんぞ。覚悟はできておろうな。カツラ、行きまーす。俺はもうどこにも逃げんぞ。銀時、こんな戦いはいつぶりだろうか。さあな、忘れちまったね。あと少しだ銀時、一気に叩くぞ。さらば。
やかましい。俺はもうどこにも逃げんぞ。覚悟はできておろうな。俺はお前のことを決して忘れんぞ。俺はもうどこにも逃げんぞ。トー何をするな。かかってこい。トーこいつがトー取ったぞー。ヒント潮時だ。逃げるぞ。こっから逃げるってどうやって。俺に考えがある。こんなところか。やったぞ。よっしゃ。高すぎる。そういうことだ。俺たちは次やった時は仲間もクソも関係ねえ。全力で貴様をぶった切る。せいぜい街でばったり会わねえよ。気をつけるこった。さらば。用意周到なこってルパンかお前。ルパンじゃないズラだ。あ、間違った、カツラだ。伊達に今まで新選組の追跡をかわしてきたわけではない。しかしまさか奴もこいつを持っていたとはな。始まりはみんな同じだった。なのに随分と遠くへ離れてしまったものだな。銀時、お前も覚えているか、こいつを。ああ、ラーメンこぼして捨てた。